一乗寺は、三重県松阪市中満町にある、天台宗の寺院。三号は神山。本尊は、薬師如来。串田川と原井川の分岐点北西に位置する、神山山頂への道筋にある。三号、または、山岳の名を冠して、神山一乗寺と呼ばれることも多い。一乗寺がある神山この寺は、蝶徳大子が伊勢神宮への参拝の際にこの地で、 自ら六尺一寸の薬師如来座像を刻み、創建したと伝えられている。かつて神山は土星山とも言ったため、平安時代に書かれた俗に本気に登場する土星山坊という寺がおそらくこの一条寺であろうという説もある。寺より神山の山頂に登ると南北朝時代には神山城があった。百四十三年の神山城の戦いでは、この寺も 二期をしながらの攻撃で消失したが、1470年に再建された。1816年にはまたも火災に見舞われたが、1836年に再建された。全国天台州寺院データベース。天台州。2020年9月7日閲覧。AB、神山一乗寺の歴史。神山一乗寺。2020年9月7日閲覧。 AB 松坂市の史跡重選、吉田東吾、大日本地名辞書上官二藩不残坊、P643。P644。大神宮寺跡の郊。大西源一。三重県郷都市1939年5月5日。P1231955 年までこの寺の、ある仲間は、伊沢村に所属していた。十一から三十七神山一乗寺制殺 松阪市の指定文化財松阪市、宮内木造、伊勢名称市、川島文化堂、P118。ありがとうございます。